いつもご視聴ありがとうございます。ロサンゼルスオートショーで新型フォレスターが発表されました。国内でも現行の SK フォレスターの特別使用車が続々と発表されて、直線モデルの購入を検討している人には選択肢が増えた分、どれを選んだらいいか迷う様子も増えました。 SK フォレスターのグレードは現在特別使用車も合わせて8グレードから選ぶことができます。今から買おうとするなら、自分なら X エディションと KS01 で悩むかなという感じです。なのでこの2グレードを比較してみることにしました。 XT エディションに続いて発表されたフォレスター特別使用車 X エディション、こちらのグレードはツーリングベースの特別使用車となっています。価格が先に出てしまいましたが、337万7000円ですね。主な特別装備として精華なダークメタリックで引き締めたエクステリアということで、18インチアルミホイールを装備しています。ダークメタリック塗装、ブラック塗装されたルーフレール、汚れが拭き取りやすくて重たい荷物も楽に積み込むことができる撥水カーゴフロアボード、雨や霧の日も安心ということで LED フロントフォグランプ、丸型6連型です。インテリアを見ていきましょう。撥水ファブリック合成比較シート、ブラックブラックでシルバーステッチが入っています。シックな落ち着いた感じですね。ボディカラーは10色から選ぶことができます。先ほど出てましたけど337万7000円、メーカーオプションはほぼフル装備となってます。残念なことにパワーリアゲートは装備されていません。そしてこちらが近畿地区スバル限定特別使用車 KS01 です。100台の限定となってます。タフギアとしての存在感を一段と際立たせたモデルであるフォレスター X ブレイクに、さらに見た目と機能性にこだわった KS01 が登場。ベース車両の X ブレイクにディーラーオプションを追加して特別使用車としています。追加されたディーラーオプションはパナソニックナビパック4点と北米ウィルダネス仕様のホイール、横浜ジオランダーオールテレン G015 ホワイトレター、カーゴステップパネルの樹脂タイプ、リアゲートプロテクターを装備しています。こちらがパナソニックナビパック4点ですね。8インチのビルトインナビ、ドライブレコーダー、リアビューカメラ、 ETC2.0 車載機キット、そして北米ウィルダネス仕様のホイール、これは単品では買うことができないので、この特別使用車 KS01 を購入した人だけの特典となります。横浜ジオランダオールテレン G015 ホワイトレター、これかっこいいですよね。そしてカーゴステップパネルとリアゲートプロジェクター、オリジナルステッカーもプレゼントでついてます。こういった装備がついて388万円、オプションコード QIC とあるのでフル装備ですね。メーカーオプションフル装備となります。パワーリアゲートも装備しているということになります。必要十分な装備なのでこのパッケージだけで満足できると思います。ところで X エディションは337万7000円でした。でもここにはディーラーオプションがついていないので、KS01 と同じようになるようにディーラーオプションをつけていきます。パナソニックナビ4点セット354,000円、リアゲートプロテクターとカーゴステップパネルをつけます。
カーゴステップパネルが 14,520 円、リアゲートプロテクターが 12,760 円です。 X エディションにディーラーオプション、パナソニックナビ4点パック、リアゲートプロテクター、カーゴステップパネルをつけて合計が375万8,280円となります。X エディションと KS01 の差額は12万1,720円、 KS01 の方が12万ほど高いということになりますね。ウィルダネスのホイール横浜ジオランダを履いて12万高ということですので、これは十分価値あるんじゃないかなと思います。タイヤの迫力でいうと、この X エディションも18インチのホイールにサイズアップしてますしね、なかなかどちらを選ぶかこうつけがたいなと思います。アイサイトとかその他の快適装備は同じなので、見た目の好みで選ぶことになるのではないかなと思います。 KS01 は X ブレークがベースなので、オレンジ加色が入ってアクティブなイメージですね。それに対して X エディションはアウトボードは KS01 と同等なんですが、ドラッグパーツで引き締めているので落ち着いたイメージ、大人な SUV という感じでしょうかね。ボディカラーは X エディションの場合はツーリングがベースなので10色から選択することができます。 KS01 の場合はX ブレークがベースなので4色からの選択となります。自分がこの X ブレークを購入した時はツーリング、X ブレーク、アドバンス、スポーツの4グレードの展開でした。スポーツを試乗するとやはり欲しくなったんですけどね、予算オーバーだったのとアウトドアが目的だったのでガンガン使えるイメージの X ブレークにしました。そもそもスバルには XV を見に行ってフォレスターに惹かれてしまったんですけどね、フォレスター自体予算オーバーではあったんですけども、で、まあ、今買うならどのグレードを買うかというところなんですが悩ましいところです。アドバンスのメッキが苦手なので、アドバンスはないかなと思います。スポーツグレードも予算オーバーとなると、やはり今回比較した X エディションか KS01 になるのかなと。やはり X ブレークの元気なイメージが好きなので KS01 を選ぶかなと思います。でも、今の X ブレークとても気に入ってるので、まだ1年半しか乗ってませんし、買い替えはないですけどね。ということで今回も最後までご視聴ありがとうございました。